当たり前にカップ準決勝、法政大学対早稲田大学の一戦をハイライトでご紹介します。実況は学生幹事の倉田です。白のユニフォーム法政大学は森岡の積極的な守備から平山とつなぎ佐藤の左足、続いても法政大学、白輪の縦パスに平山が落とし再び佐藤、しかしここはクロスバーに嫌われます。31分も法政、今度は左サイド松井のクロスに服部のヘディングシュート。一方の早稲田大学は34分、上村の股抜きパスからリャンが力強いトリブルで前進し、最後は柴田の右足。スコアレスで前半折り返すと51分に試合が動きます。華麗なパス回しで右サイドを突破すると最後は関口の左足、右サイドを完璧に崩すゴール。主将による今大会初ゴールは値千金の先制ゴールとなります。ベンチメンバーも総出で喜びを爆発させます。59分には服部、長谷川、佐藤、完璧な攻撃を展開しますが再び枠に嫌われます。なんとか追いつきたい早稲田大学は群馬内定阿部のクロスのこぼれ球に倉持が詰めますが、ここはシュートまで持ち込めず。79分、長谷川のドリブルからラストパスに走り込んだのは再び関口、豪快に右足を振り抜きゴールネットに突き刺します。甲府内定コンビによる貴重な追加点でリードを広げます。1点を返したい早稲田大学はアディショナルタイム、工藤のクロスに平松、頭でうまく合わせるもわずかにポストに嫌われます。そしてタイムアップ、終始試合を支配した法政大学が見事決勝に駒を進めました。